今日やってきました。この京都市の伏見区にあるこの中華料理店にやってきたんですけど、ちょっとフラッとね寄ってきて、来まして、結構ね、岡山にもヨスコっていうね中華料理屋さんが昔あったんで、ちょっとなんかそれがピンときて、なんかちょっと今日行ってみようかなと思います。麺類があって、ちょっと光がで、ジンギスカンは入荷未定ですってやって、まあ結構値段もリーズナブルな感じがします。定食もねあります。食べたいものいっぱいありますけど、なんかせっかくなので定食的なのを注文しましょう。ちょっとランチちょっとどうなのかちょっとあれですけど、早速入っていきましょう。じゃあこのランチお願いします。すみません、生ビール中お願いします。はい、生中、はい、しました。ごちそうさまでした。陽子さんにね来ましたけど、結構ねなんかお肉がね柔らかくて、なんかご飯のね硬さも僕好みの感じで、なんかいいですね。もう営業されてね40年ぐらい経ちましたので、それこそ懐かしの
昭和時代の中華ということで、なんかこの辺昔多分ね飲み屋街とか、まあ、まあ今もそうだったんですけど、結構ね人がたくさんここに来たような、ね、雰囲気がまだ残ってます。ぜひあの皆さん機会あったら行ってみてください。セット料金3500円、ビール2本付き。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。